ドイツの日清食品、カップヌードルス、ヌイスジャポニーズ、サバブーフ、すき焼き、フランス市場向け。揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細めの扁平角断麺です。柔らかめでコシは弱く、ひらひらした食感です。スープは濁り感のある甘めの醤油味です。すき焼き味なので一応牛肉の香りがしますが、脂っ気が全然なく、あっさりしており淡白で物足りなさを感じます。もっとこってりした重要感が欲しいです。辛い刺激はありません。ひき肉のような歯ごたえの茶色く小さな塊が大量に入っていますが、これは大豆タンパク質のようです。噛みしめても肉のうまみは出てこず、味気ありません。日本人がすき焼きと聞いて期待する味とはだいぶ違うように感じました。